トリケラトプスが後ろを向いてますが、福井駅の東口に越前鉄道のスタイリッシュな駅舎があります。赤いですね。目がクラクラするほど鮮やかな赤です。これほど思い切りの良い赤い駅舎も珍しいですよね。内側が全面木目調になっているのが見えます。まるですだれのように涼やかです。恐竜博士のお子さんですか。可愛いですね。福井駅との間の通路には恐竜の卵のモニュメントも設置されています。地元の女子高生たちが楽しそうに卵に順番に入っていました。壁は全面ガラス張りでとても開放感があります。越前鉄道、通称越鉄は、当駅から恐竜博物館のある勝山までを結ぶ勝山永平寺線と、福井口から分岐して日本海に面する港町三国港までを結ぶ三国荒和線の2路線を営業する第三セクター路線です。沿線には他にあわら温泉や東尋坊などの観光地もあります。田原町から鷲塚播磨原までは福井鉄道と相互直通運転を行っており、福井鉄道の超低床路面電車が越鉄の鉄道路線を走るというシュールな光景も見られます。福井駅の屋上デッキから越前鉄道福井駅の高架ホームが見えます。壁もガラスもありません。これ以上にない開放感です。この駅舎自体が巨大な電車のようですね。新しい駅舎のデザインは内藤博氏が監修しました。内藤氏の鉄道に関する建築物は他に旭川駅や高知駅、高山駅などがあります。当初の計画では駅を3階建てとし、2階に越前鉄道、3階に新幹線が乗り入れる予定でした。しかし越前鉄道の前身である当時の京福電鉄が度重なる衝突事故によって損廃問題を抱えるようになり、結果として現在の形に落ち着きました。工事期間中は北陸新幹線の高架施設を仮線として使いました。贅沢ですね。改札の中をさらにガラスで囲っており、2階ホームへ続く階段やエスカレーターを特別なものにしています。いい演出ですね。待合室も綺麗です。駅舎の内側は福井県産の杉を使用し、木のぬくもりが感じられる温かい空間となっています。越前鉄道は2003年まで京福電鉄でした。2000年12月と2001年6月の半年間に2度の列車衝突事故を起こしました。一つはブレーキロッドの破断、もう一つは運転士の信号見落としが原因でした。国交省から列車運行停止命令を受けた結果、事業継続が困難となりましたが、第三セクター方式の越前鉄道として存続することになりました。新しい会社の名称として沿線を流れる九頭竜川にちなんで九頭竜鉄道という案もありましたが、略称が九頭鉄となるのが目に見えていたため却下されました。隣の駅は新福井です。新大阪や新神戸のように新幹線の駅は新福井だと思って行ってみると、越鉄の車両だけを延々と見ることになります。昼間は女性アテンダントが乗務し、観光案内などを行ってくれます。休日には恐竜がうようよ乗車する恐竜列車が走ります。